失礼します。おわ、入ってよろしいですか。いいですよ。もう全部映せるのかな。おお、部屋綺麗になったじゃん。なったでしょ、頑張って。まあ映せないぐらい汚かったから、どれぐらい汚かったかはわからないと思うんだけど、一応こんな感じですね。すごくない？うん、すごくない？うん、頑張ったの。3日間確かに2日じゃ終わらなかったね。机の上は2日終わったけどね。2日で終わったんですけど、うん、結局、はい、頑張りました。はい、じゃあちょっと見ていきますか。軽く、うん、見ていきますか。閉めて、はい、じゃあ、はい、でもこの辺はね、何も変わってないです。変わってなくて、ここに鬼滅のグッズがかかってあるやつね。三条のハッピーと、うん、イジリとね、ゲーセンで撮ったやつですか。はい、でちょっと今、ね、これはちょっと大丈夫です、ライトはちょっとすいません。テレビがあって隣に、うん、ね、ここにねお金が出てくるやつがあるの。あ、これこれダイソーで買ったやつ。そう、お金が出てくるの。これね、お正月に遊ぼうと思ったんだけど、結局ね遊ばないで終わっちゃって。でもたまにね、リミちゃんとかが遊んでんだけど、偽物のお金がね付属でついてて、これ偽物ですからね皆さん。そうなんですよ。はい、このおもちゃのお金がここに入れて、なんかこう何出せるって。あ、後ろにも怒ってる。こんな感じの商品です。そう、これね、これでいろいろ遊ぼうと思ったんだけど遊べなかった。遊べなかったよね。うん、で、ここにリモコン、バーくさで、ここが鬼滅グッズ。おー、鬼滅が並びましたね。並びましたよ。これこの前ゲーセンで撮ったやつだね。でね、ここ意味があってね、うん、炭治郎と可能にしてんの。あー、これね、ない、うん、キーホルダー、キーホルダーね、うん、で、こっち行くと、おー、グッズですよ。グッズですね。見てください、これ。見覚えありません？ありません？日記ですよ。でも中は日記というかメモ帳なんですけど、うん、日記型になってるんですよ。すごくない？めっちゃ可愛くて買っちゃった。ここに置いたんだね。置いてあります。 あとこの缶バッジ、これあのセリアで売ってる缶バッジ入れみたいなやつに6個収納してますね。はい、はい、そうですね。はい、こんな感じです。で、こっちにはこれスイッチかな。スイッチです。一応スイッチもあるんですけど、しほちゃんあんまりやらないよね。はい、スイッチのね、コントローラー、うん、なんかリミのマイクラのために買っちゃってないんだよ。あ、そっか、だからこれ本体しかないんだね。で、はい、ここがこの前つけた鏡ね。鏡、どう、鏡重宝してる？重宝してる、うん、めちゃめちゃ使ってる、毎日使ってる。そう、一応ここに鏡をつけて、はい、で、あとね、あのコスメワゴンを入れてたワゴンなんですけど、はい、あの新しいワゴンに変えて、ね、この前使ってたワゴンハンガー入れに戻そうと思ったんだけ だけど、ね、やっぱね、漫画入れにちょうどいいかなと思って、ちょっと漫画をねこんな感じ入れてみました。ちょっと安定悪いんだけど、そうなんですよね、ピッチリまた増えて入れれば、はい、こうちゃんと立つようになるかなと思って、はい、ちょうどいいよね、横幅とか。ちょうどいい。ママの部屋にまだ漫画いっぱいあるから。あ、そうだ。ママが昔読んでた漫画をね読みたいというので、それはそれでねと思います。まあ、ここにとりあえず今あるのはもう鬼滅と、あとはね、自爆少年、うん、花子くんがハマってんですよね。で、最近なんかこの前あの少女漫画ブックオフで買った嘘かのっていうなんか漫画をたまたま読んだら面白かったね。続きがね、まだあるんだよね。そう、あの漫画ですごい緊張してる。最近キュンキュンが流行ってるからね。胸キュンが奥はもうちょっとね、汚いのでさっと汚いね。あのお気に入りのスクイーズと、あとトランクと、あとこれ撮影の時使ってるテーブルです。はい、この辺にこうやってちょっとね入れて。やばい、ランドセル汚いかも。ランドセル汚い。はい、
じゃあね、ここは以上ですね。以上ですね。いい感じで。で、まあ、机はこの前紹介してもらったので、変わってないです。まあ、棚もね、おいおい詳しくは。あ、なんか、これはセリアのポーチみたいなのに、缶バッジ。缶バッジが入ってます。まあ、でもここのスペースまだ何にするか決めてなくて、ね、ここはまだね作り途中だそうで、今とりあえず仮に置いてるだけ、とりあえず仮に置いて、そうですねかな。でこんな感じで下だね、ここに何が入ってるのって感じだけど、ここはねあの教科書とか、そうなんですよ、3年生の学業のもの、使い終わった教科書とか入ってます、はい、でここはちょっともう名前とか学校名とかバンバン入ってるものなので、ね、ここはちょっと見せられないんですけど、はい、まあ、とりあえずここに、はいはい、あのね、この付け人、あれ翔ちゃん勉強道具ゼロみたいな感じで思われちゃうんですけど、はい、自分入ってます、ここにね全部まとめてバンバンって入ってるのにたっぷり、たっぷり、はい、なので心配なさらず、はい、勉強もちゃんとしておりま す, ありますよ、はい、今日も1時間しました、はい、こんな感じあ、なんかしようとしてる、まあ、これは突っ込まないでスルーしときます、スルーしたいで、ここがゴミ箱だね、ゴミ箱ですね、でここに新しくなったワゴンちゃん、ワゴンがあります、こんな感じのワゴンね、ちょっと大きめになってましたね、そう、めちゃめちゃ安定してるんです、これ、うん、あっち全然ね安定しなくて、ね、グラグラグラってなってたけど、うん、めっちゃ安定するし、ドンキで買ったやつこの前ね、そう、じゃあこれはまた詳しくね動画撮ります、サイズ感がいいんですよはい、というわけでおしまいということで、はい、じゃあソファーちゃん、ソファーちゃんはこれですね、ソファーはこれです、まあこのカバーはね捨てなかったりするので、まあ時期ねめくれてどっか行っちゃうかもしれないですけど掃除し終わった後だけいつもかかってるというね謎のカバーです、はい、はい、であとここなんか最近カバンをかけをなんかこう外に、外にというか部屋に置くようになったのかな、はい、なりました、昔はね中にこの扉の中に一応ウォークインクローゼットがあるんですけど、はい、そこに入れちゃってたんだけどね、最近出してますね、まだウォークインの中にもカバンめっちゃあるからそうなんだ、要はこの中が片付け、この中は片付け終わってないってことね、ウォークインの中最高あ、炭治郎様こんにちはでございます、顔出してるからね可愛いでしょ、うん、はい、こんな感じで、はい、本当ざっくりざっくりだね、ざっくりお伝えしましたけどどうでしょうか一応ね、あの綺麗にはなりました、もうこの前のは本当映せなかったからね、ゴミとかもあったし、映してくれ、映さなかったの、映したけどモザイク、モザイク全モザイクにしましたはい、はい、こんな感じです、こんな感じでした、基本ピンクは変わらないんだね、変わんないよ、ピンク好きだもん、ピンクだね基本ね、うんうんうん、うんうん、ピンクと黄色は好きで、うん、うん、ね、ピンクとね黄色とね水色をねマーブルした色がね好きなの、最近、最近っていうか、なるほどね、あのマーブルしたあの感あれがいい、ここが一番そうちゃんが見せたいんじゃないでしょうかね、私漫画なんですけど、あ、ここじゃないの、一番見せたい、こっちか、こっちだよ、この漫画ですか漫画見せたいの、うん、変わってんね、なんで、えそっちかいもういいや、だからこっちも見せたいよでしょ、うん、はい、じゃあね、うん、よくない、早速読書ですね、何ですか、何読むんですか、何読むかな、花子くんは、うん、ハッカーが一番好きなの、うん、で、鬼滅を、決められない、鬼滅は、うん、面白い場面はね、うん、9、10、11なの、うん、好きなの、うんうんうん、でも、カノーが登場してめちゃめちゃかっこいいシーンは18なの、なるほど、でも、善逸も好きで、善逸と炭治郎のね、初めてじゃないんだけど、うん、話すのは3番、うん、なるほど、はい、まあ語り出すとキリがないのでね、鬼滅はこの辺で去りたいと思います、はい、じゃあさようなら、めちゃめちゃ面白い